やっはろー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジラジオギニハマです。はい、現在10月31日月曜日の、午後11時45分ですね。あと15分で、11月になりますね。はい、先ほど、新米錬金術師の店舗経営、5話ですね、見終えまして、ここからゴールデンカムイ4期5話、41話ですね、Amazon プライムで見ていこうと思います。はい、なおアニメ本編は再生されませんのでご注意ください。いきます、3、2、1、スタート。月島か、豊原って前も出てきたな。豊原作戦みたいななかったっけ、気のせいか。ちょっとまた4期1話にね、ちょっと解説いただいたんで、ここまでの流れをちょっとまた読み直します。ちょっと今やな、この間に読もう。なぜこういう時にフリーズするかな。あかん、動かん。あ、終わった、もう終わった。まあ、あとで読みます。シネマトグラフ、これ谷垣西芝ね。と、どこから来た？その男は誰だ？金玉が大きい。あ、地下橋や。インカラマは確かキロランけど、これは誰や。カリかな、これ。うんこかい。あ、クズリおったな、クズリ。
崩れて3期やったっけ出てきたん。アイヌの伝統マッチがあんのかも。ビルクか。活動写真家ってやつか。あ、クズリ。杉本が、おお、歌った。そう、あの、あ、ひんなひんな、久々ね、ひんなひんな。あれ、この二人。さっきの地下橋のね。ああ、サブタイトル解消来た。ジュレール君、外国人か。稲葉和太郎。声も入らへんもんね。お、まあその通りやな。パナンペペナンペ物語。
白石も足治ってんのこれ。いやいや凍るやろ。月島なんやねんこの話は。また切られたん？あ、シリパ監督おもろいな。そうなんや。これもえ近パしてこのもう一人の固定おそま。
最高や。いや、おもろい。これで電力とかどこから取ってんのかな、これ。玉見えてる。おお。バシリやったね、これ。10年以上前に小樽で撮影した。あ、おお、ビルクやん。あ、ウィルクやん。ウィルクやん。アシリパさんの母か。あ、あ、あれ、お母ちゃんって出てきたっけ、今まで。お、あ、小走り場？お、キロランケこれ。おお、あれ、あ、フィルムが、わあ、これが、ああ、ああ、アイキャッチみたいなってるやん。燃えやすいやつ。あ、そうなんや。へえ。実はないのな、これ。
なんかこんな話あったな。そんなこと言ってたっけ？最後シリアスに終わったな。あ、えののかか。えののか名前出てこなかったな。ちょっと今回のあれ見とこう。41話やね今回。甘い嘘。よいしょ。はい、まあということでね、まあ今回は何活動写真家の何さんやったっけとまでやって、まあまあそのね、アイヌの、文化かなをまあ残したいということでね、まあ面白かったけどね、なんかパナンペペナン、ん？パナンペペナンペ物語やったっけか？やった。何回白石遥さんにチンポという単語ありますだから。で、ね、第1部も第2部も白石の、ね、まあ、チンポが切られて死ぬというわけのわからんストーリー。で、次が、チカパシー主役の、おっきいお兄さん役が、あれ杉本と、あれ杉本ちゃんか、ん？谷垣と、じゃあ月島じゃないよな、月島だったかな。で、まあ谷垣が実は何鳥のカムイやったとか言って、あのビリー破けて落ちたのめっちゃおもろかったけどね。まあそして、まあ、見せ物小屋で見たって言ったっけ、小糸の力で。でまあまあ初めてね、アシェリパさんは母の顔を見たと。母って今まで出てきてなかったよな。ちょっともうあの1期も2期も3期ももう振り返りしてないんでね。3期は今年の3月ぐらいに見たんでね、もうそんでも相当空いてるんですよ。申し訳ないです。
なんか母の顔見たけれども、ウイルク、アチャから聞いた、話の方が太陽まで伝わるような暖かさやったということで、思いを伝えていかなあかんみたいなことを言うたかな。で、ちょっと最後の話ね、これまでやっぱ振り返りしてないからちょっと理解できなかったですけれども、アシリパさんはその、ウイルクと、キロラン家から、要は戦闘マシーンみたいな感じで、の呪いをかけられてる的な話かな。で、そんなことはもうまだその大量に人をこう殺したりしてないアシリパさんにはしてほしいないと、知らないうちに降りてくれっていうふうに杉本が言ったのね。で、杉本は自分のことを言ってたね、あれ。殺すぎて元の自分に戻れないようになったらいかん的な。干し柿が好きやっちゅう話もだいぶ前にしとったな。ちょっともう一回あれですわ。3期まで自分が残してきた感想だけでももう一回ちょっと読み直したいと思います。だから今、鶴見中尉がとりあえず大泊まりに来ると、その2週間は休暇やっちゅう話の中での話をね。杉本と鶴見って組んだんやったっけか、もうその辺もちょっとあんま覚えてないですよね。なんか3期の最後って、確かあれ、網走監獄やったっけか、から大量に確か囚人が逃げて、ほんで、それ2期の最後か、どっちや、ほんで樺太に確か到達した、それが3期の1話だったかな。もうその辺もちょっと曖昧なんでね。とか、ちょっとなんかまとめサイトみたいなのがあったらちょっと探してみたいと思います。ただ、今回の 活動写真の話は大爆笑でした。面白かったですね。じゃあちょっとこっからどうつながるんやろうね、最後のちょっとシリアスな話から。ということですね、次回が甘い嘘って言ったかな。なんやろうね、杉本がアシリパさんになんか嘘でもつくんかな、優しい嘘でも。ということで、ゴールデンカムイ4期4話、5話、41話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。ここから興味のある方は切ってください。僕の自己紹介なんでね。普段子供向けパフォーマーであり、大道芸人やってます。で、やればできるわけないので、これを伝えたくて、保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけれども、現在コロナの影響で2年8ヶ月ほど、仕事がございません。貯金だけでなんとか楽にしております。で、そんな中でね、いつの間にやら始めたアニメのリアクション、今日で950日ですね、日付変わったんで、やってるんですけれども、去年2000本以上の動画が消えるというね、悲劇を乗り越えてやっておりますが、13年以上ね、使い続けてきたこの大道芸人チャンネルでですね、スタートしてしまったので、こちらをサブアカと、サブチャンネルとしてね、アニメのリアクションで残して、9月の13日に本職のチャンネル新たに設立しましたんで、ぜひね、応援いただける方は、説明文からリンクをクリックしていただいてですね、チャンネル登録、ぜひお願いします。こっちも1000人目指してます。で、毎日19時に動画投稿してるんでね、よろしくお願いします。で、過去のアニメのリアクション動画再生リストに作品別まとめてるんで、こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアク職人こと、マジ大好きな浜田、最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。